こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。さて、戻ってきましたね。あと13周です。調子がそれほど良くないのが気になりますね。うんですね。ガチャ、ラガーレグルス、さらにえっ、ー、と電撃祭ガチャっていうのをやってますね。ブラックキャビア、キングヘイロー、ビリーブが SSR です。何でしょうかね、この電撃って。あ、短距離戦なんだ。夏は結構短距離戦多いですからね。特攻 400%、覚醒させたいけどね、お金がいるからな。変身バーリンか、これも短距離馬でしたよね。久しぶりに、10回ガチャやりたいと思います。ああ、金は、星5。星5じゃない。SR、SUR は出ないか。SSR は。さあ、行きましょう。こちらも、ダメですね。金丸像でした。さん、知ってるかしら。キャビアチケットみたいなさ、これなんだろう。アイコンなんて受け取れるんですね。結構なんか焦ってんのかな。前走の方のマレーは何やってるかって言ったら、香港カップ取りましたね。再び WBC から再始動したいと思います。いい感じだわ、いい感じだわ。ただですね、調子を上げることを考えた方が良かったな。今のは調子落ちてる。そういえば、大根か。ここへ来て大根とは。大根か。でも調子を上げないとどうしようもないんだよね。まずかしら。
クエスト達成よ。そういえば、うん、いい感じじゃない？あ、ようやく。いい感じだわ。写真よく戻してきた。もう行きましょう。何かよ。残り10周ですね。ちなみに川崎記念もあるんだけど。何かよ。軽快な動きを見せているのはバスター陣の体重は文句なしっていうことで、WBC クラシック行きます。おっと、ジョッキーが昔の機種に戻りましたね。岡部さん。ということで、WBC 遠征中です。結果どうなるんでしょうか。また結果のお楽しみに。楽しみね。はい、WBC の結果が出ましたね。その前にまず、観戦しましょう。で、無敗の女王ブラックキャビアに挑戦。電撃祭。さあ、何番人気かな。一番人気よ。一番人気だ。やった。岡部騎手も乗ってくれます。投票受付を開始します。20話の3個ですね。他、カンフー列伝と強しが騎乗されます。3歳馬ですね、いずれも。です。WBC です。WBC クラシックです。近代競馬発祥の地、イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。スタートを切りました。12頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。花を切ったのはミッデイ。12番パワーポエティックプリンスが来てまいりました。この辺りちょっと離れているバーザーアーキペルコがその後ろ、それからドアイスオーバー、タンクーレツデン、外を通りましてスターオブコジン、それから4番フリーイーグル、その外からは11番ティヨヒ、これが一番人気の10番タタノマレイであります。リップバンニンクル、ちょっと離れて3番ザグレイガツリーであります。もう一度先頭から紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はパワポエティックプリンスであります。ちょっと離されましてミッデイ、そして3番手にバーザー、2番アーキペルコ、内を通りまして1番ドアイスオーバー、そしてその後ろから6番カンクーレツデン、外から1頭9番スターオブコジン、そして内からはフリーイーグル、それからもう1頭11番ツヨヒ。今日も勝利をつかむかカタノマレイと岡部騎手、内を通ってリップバンニンクル、一番後ろに3番ザグレイガツリーであります。ちょっと下がってるぞ。逆に大歓声が上がるロンドン競馬場、大歓声が上がるロンドン競馬場。さあ、上がってこうとするが、そんなに単位列でがいいスピードだ。先頭に立った届くのか、カタノマレイ捉えるか、カタノマレイが3番手外をついてカタノマレイが来ている。単位列でいかカタノマレイか、首の合わせね。さあ、この1着は際どいぞ。走ってるよな。走しますね。なんとか勝ちました。さあ、これで SWBC に挑戦です。しかもなんと、なかなかやるじゃない。
2万枚突破ですね。獲得賞金は素晴らしいです。これで27戦19勝目を挙げました。 WBC も4勝目ですね。気がつけばかなり驚異的な数字なのではないでしょうか。まあ、SWBC も1回取ってますし、また勝ちでいきたいと思います。次回は SWBC をお送りいたします。ほぼ最後の挑戦となりますので応援よろしくお願いします。応援といえば、ぜひぜひこのゲーム動画でいこう1000人を目指しておりますので、まだの方チャンネル登録ご協力よろしくお願いいたします。また高評価もよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしければ見てください。また、ライブ配信を週末を中心にやっております。何をやるかとかいつやるかとかですね、ツイッターでお知らせしますのでよろしければフォローよろしくお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。WBC クラシックの勝利をお伝えしてお別れいたします。次回 SWBC、勝ちたいと思いますので応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。